こんばんは。8月8日午後7時になりました。しゃべくり松と302回ですね。300回も過ぎましたですね。今日の松代なんですけれども、暑かったですね。予想最高気温が、36度かな。いや、それぐらいありましたね、実際にもね。というようなことでね、今仕事が変わりましてね、やっぱりね、今日も新聞持ってきましたよ。バタバタしてましてね、今日オリンピックのね記事よりはですね、イチロー3000本出てますね。アメリカ史上30人目って書いてありますね。すごいですね、このオリンピックの記事がね、この最後に人がね出てましてね、だいぶ影薄いですね。今日のトップ記事は、イチローの3000本ということです。ということで今日はですね、ゲストは豊坂小学校 PK 会長の春日さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かっこいい方でね、いい、そんな、はい、人気のもんですね。ありがとうございます。春日さん、その PK 会長ということなんですけども、今年ですね、もちろん今年からですよね。そうですね、昨年1年間はあの PTA の副会長ということ で、はい、で PTA 活動をあの経験してたんですけれども、うん、今年度4月からあの会長に就任させていただいてます。今まではですね、あの全て奥さんの方にあの学校の行事だったり、ね、PTA の行事の方はあの、うん、任してたもの で、ね、あの全く分からなかったんですけれども、あの昨年ですね、副会長を1年間、うん、やらさせていただいて、各種行事 の、 あの段取りとか、あの例年の準備状況を、うん、まあ、記録にの残してですね、うん、今年の会長に向けての下準備をしてきました。準備万端で、そうですね、はい、こちらの方に一応写真を用意させていただいてるんですけれども、はい、このような形でですね、あのこれも今はない豊坂小学校の体育館 の、 あ、まあ、あのこちら総会の準備状況なんですけどね、このような形でどうやって準備したかっていうのを残したりですね。今なくても新しい体育館建ってますね。今まだ、建築中です。もうすぐオープンですね。オープン9月末頃に完成予定にはなってます ね、 完成ですね。あ、はい、であとですね、このような形であのピラミッド祭り、まあ、5月にピラミッド祭りっていうのが開催されるんですけど、うん、そこの豊坂小学校の PTA ブースという形でこのような形で準備するんだよっていうのは、これ昨年のものになります。私はこれを経験してけっぺんだ、宮川さんもね、はい、準備させていただいてまして、うん、まあ、その時のですね、あのピラミッド祭り子供みこしの状況、これも1年前のものになるんですけど、うん、こういうような形でやってますよっていう状況を残させていただいてますね。なるほど。でこれ昨年は、110回の運動会だったんですけど、うん、今年はまあ111回の、このような形で運動会の準備状況もですね、うん、ちょっと写真を撮っておいて、テントの数だったり、椅子の配置だったりという形で、確認を記録を残してます。でこちら、昨年の卒業式の状況なんです、うん、の準備状況です。ちょっと体育館ではないんですよね。広く見えますね。そうですね、あの豊坂小学校の児童館で行ったんですけど、うん、このような形で記録を残させていただいております。なるほどね、はい、わかりました。まあいろいろね、まあ、昨年から準備されたようですけれども、 その会長さんとしてね、やるべき仕事って言いますかね、どんなことがあるんですかね、うん、会長。そうですね、まあ、あの会長といえば、あの入学式卒業式の挨拶、うん、まあ、ね、このような形で小学校のその挨拶というのはもう必ずやらなければなりませんね、うん、で、まあ、あと普通 の、 あの音楽会とか各学校行事は来賓として参加させていただきますし、うん、あと、まあ、PTA 行事の段取りというのがちょっと一番大変になってきますね、うん、で、うん、PTA 行事の方なんですけれども、そこにおいてもあの今年魚つかみ大会という形で、あの例の浸水公園、浸水公園の、はい、の状況ですね。今年もあの実施しましたので、うん、その時の記録をちょっと残させていただいてます、うん、なるほど、いいとこですね。そうですね、こういう緑豊かなところでですね、あ、まあ、実際には魚ちょっとつかんでるところは、うん、私が段取りをしてたもので、うん、写真がないんですけども、このような形でですね、みんな児童を呼んでですね、うん、あの魚のさばき方をちょっと教えたりして、うん、あ、教えるの。そうですね、お母さん方が教えてですね、あの魚のさばき方をですね、このような形であの子供にやらせてます。うまそうですね。でこの後ですね、また、
みんなで今度その魚を焼いてですね、こちらの方をいただくという形なんですけど、このような形で各お父さん方も手伝っていただいてですね、結構盛大にやらさせていただいておりますんで、そうですか。そうですね。でこちらがPTA 活動の、まあ、裏側の段取り系が一番なんですけども、あと各松代地区の各部会への参加だったり、各種研究会や講演会の参加、あと長野市の PTA 連合会というところへの参加、シピーレンと呼ばれるところへの参加という形で、まあ豊坂小学校 PTA の代表として、私は活動させていただいております。はい、そうです。大変ですね。でその他にもこう各種団体にも行くんだよね。そうですね。PTA 会長になると、PTA 会長だけだと思っていたんですけれども、なってからですね、豊坂地区とか、まあ、各種団体行事への参加が要請されたりですね、豊坂の育成会の常任委員に入ってたりですね、あと真白地区の童話促進協議会の豊坂支部というものがあるんですけれども、そこの会計の役職がいきなり来たりですね、あとまあ各種会議等においても来賓としてちょっと招待されたりするもので、ちょっとなかなか慣れないことがありますね。はい、そうですね。いや、いっぱいありますよね。出ていくというか、出ていかなきゃいけないところはね。そうですね。もう案内が郵送とか案内文書で来ますので、それに合わせて予定を空けていかなければいけない状況にはなっていますね。加藤さんまだ若いんで、はい、もちろん現役で働いてるんでしょ。もちろん、ね、もちろんです。ね、現役で生活していくためには働かなければならないんですね。ETカージじゃ食ってないんだよね。はい、それもちろんね、そのご自分の仕事もちゃんとやんなきゃいけないっていう、これ大変じゃねえですか。そうですね、まあ、今年 PTA 会で4月から会長をやらさせていただいて、まあ、約先月で4ヶ月ほど経過したんですけれどもね、一応昨年のデータ、先ほども副会長の時代でデータを取っておいて、で各歴代の PTA 会長さんがですね、資料を残してくれているので、まあ、それを頼りに運営してますんで、そんなに大変ではないんですよね。あと、ですね、桜委員長さんと呼ばれるお母さんの委員長さんがいるんですけれども、が主導で常任会のお母さん方がまた補助してくれますし、各保護者の方が積極的に参加してくれてますんで、私はとても助かってますね。いや、やっぱり皆さんね、協力していただかないと飯田会長一人じゃ何もできないですよね。そうですね、はい、本当に協力があってこそなので、豊坂の方はみんな参加されてくれるの で、その点はすごく助かってます。はい、ああいうところはみんな協力的でいいやね。いや、すいません。はい、で、まあ、そうは言っても、はい、その仕事に支障を来さないですか。大丈夫。そうですね、まあPTA 会場としての両立は本当に難しいんですけれども、まあ、会社の方にもですね、会長を今年やっているということをちゃんと伝えまして、周りの方にも理解をいただいて、います。で、まあ、確かに会社の予定があったり、PTA 会長の予定があったりで予定が詰まってるんですけど、本当に分刻みで動いた時もあるんですが、そういうのはなんかその分刻みの予定が詰まってる状況が充実してるような感じで、なんかすごく充実してるなって今は思ってますね。まあその分ちょっと仕事は夜遅くまでやって終わらせなければっていうことも多々ありますけれども、はい、はい、でこの開放、はい、これがあ、落ちちゃった。はい、ですよ、落としちゃってすいませんね。はい、これがそのあれですか、それ春日さん作った解放、そうですね、こちらの方がですね、まあ、私が作ったというよりは、まあ、それは編集者、そうですね、豊坂小学校の教養部と呼ばれるお母さん方がおられるんですよね。で、こちらの方ですね、上にもここにあるんですけど、まあ、PTA のテーマという形で、平成28年度の PTA テーマということで、今年度のテーマは絆を深め心を一つにみんな輝けという形で、こちらのテーマの方は私が決めさせていただきました。まあ、いいねという形で、このような形でですね、小学校の皆さんですね、参加させていただいてるんですけど、まあ、親子や親同士、さらに子ども同士、
あと学校や地域がですね、みんな一つになって、絆を深め合って、つながりの輪を生んでほしいかな。そのつながりの輪を深めて、ね、誰もが輝ける活動ができればと思って、このようなテーマの方を選定させていただいております。これ小学校の PTA 開放で最近はあれですか、カラーなんですか。ちょうど昨年までは白黒だった。そうなんですよ、今年からちょっと色あった方が、うん、みんな細かい顔も見れるよねっていうことで、こちらもお母さん方からの提案で、なるほど、今年からカラー紙になってます、うん、いいですよね、はい、見たときにね、ハッとかね、はい、目に留まっていいですよね。そうですね、目に留まりますね、はい、このキャッチフレーズもいいしね。 ありがとうございます。これいろいろ考えて作ったの。そうですね、もう奥さんの方とですね、いろいろ考えて、歴代のテーマと重ならないように。なるほど。けどこのやっぱ絆っていうのが、は外せないかなという形で、絆を入れてみんな輝ければっていうのがやっぱ思ったことですね。率直に思ったことをテーマにしたという形で、それがいいんだな、はい、素晴らしい、ありがとうございます。で、あとあの PTA 会長さんね、はい、それでてその他の団体とこのなんていうんですか、大変じゃない、他の団体でこのまだお若いのに、出てくと多分我々ぐらいの年の人じゃねえですか、60、70、80はいねえか。そうですね、60代、70代ぐらいじゃないですか。そうですね、各、まあ、区長さんをはじめ、うん、まあ、あの公民館の役員の方とかは、うん、結構あの若い方いるんですけど、私もあの幸いですね、あの豊坂の、まあ、桑根地区に、住んでいるんですけれども、まあ、そこの公民館の役員の経験があったもので、うん、あの公民館活動、豊坂の公民館活動の方はあの少し認識してたので、その辺での付き合い方っていうのは、うん、ちょっと慣れてるかなっていう感じは自分ではいたしました。公民館どんな活動っていうか、どんな役されたんですか。その公民館の役員って各地域によっても、うん、まあ、任期や選任方法っていうのは違うんですけれども、うん、まあ、私の住んでる桑根地区っていうのはですね、まあ、役員に入るとですね、うん、1年任期なんですが、各副部長という形で3年間、うん、で各部長で3年間、うん、その後三役3年間ということで9年ですね、班長までやって役が終わるという形の役員で、まあ、公民館の方の役員としてまあ9年間携わってきた。ああ、それは大変だ。はい、館長さんもされたんだね。はい、あの桑根地域の館長になりますけどね、こっちの方を経験しておりますんで。俺、館長さんさ、どうでしたか、そのやっぱり地域のためになんてこう。そうですね、やってれば地域のためにという形で、まあ、桑根公民館の代表、桑根地域の代表という形でですね、うん、まあ、桑根地域のまとめ役と段取りが、まあ、ほとんどだったんですけれども、うん、まあ、その中で桑根地域というのはあの今まで歴代ですね、あの1泊2日の研修旅行というのを実施しているんですけれども、まあ、他の地域の方はほとんど日帰りに変わっていく中ですね、桑根地域だけは絶対に1泊2日で行くんだという方々もおられまして、こちらの人数集めとかが、かなり大変ではありました、ね。はい、それで、まあ、その9年間の最後が館長さんも、ね、そうですね、1年任期になるので1年間だけ公民館の館長は経験させていただきます。その8年やってくれば館長はもう楽々だね。そうですね、まあ、段取り的も分かりますし、8年やってくるともう大体全て分かっちゃうね。各地域の方とも、まあ、ずっと行事があるたびに顔を合わせてきますので、うん、そういうつながりはあの自分としてもいい経験になったかなとは思ってます。もうちゃっちゃちゃちゃできてね。いえ、そんなことはないんですけれども、いいじゃないですか、はい、やっぱり地域なんか他にも何かやってるみたい。まああの真っ白豊坂地区ですね、うん、の、まあ、消防団の方には入団してまして、うん、今もあの現役で、消防団の方は経験しております。あ、今までやってるんだ。はい、ね、そうですか。地域のためにと思ってはいますんで、はい、ということでね、お話を伺ってるんですけれども、はい、すいません、もう進行マスクでもう時間になっちゃって申し訳ないんですけども、最後になんかこの松代の皆様方に何か一言あったらぜひお願いします。
そうですね、一番は、まあ、地域の方々との交流、まあ、年代を飛び越えた地域の方々とのコミュニケーションの場合は、うん、まあ、私は積極的に参加したいと考えております、うん、まあ、それが、まあ、自分もそうなんですけど、子どもたち、若者、まあ、お年寄りの方を含めた地域活性化の源になればとは思っております、うん、で今回の PTA 会長を経験することによって、うん、私にとっても良い経験にまたなりました。このような、まあ、チャンスはそうそう転がってるもんじゃないんでね、うん、こういうチャンスがあれば皆さんも、積極的に参加していただきたいと思います。ありました。本日はありがとうございます。いや、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は、あれ、二本松さん、分かってる今日は、連城寺のね、七面さん、今、7時から始まってるから、ね、はい、この後ね、浜屋を買いに行かないと。お知らせです、はい、お知らせです。お知らせ、はい、読んでくださいって。いえ、夕涼みコンサート、これは樋口系住宅の方でね、いろいろと2個とか、私もね、あれ、行きます、行きます、招待されてるんですよ。 K なんて書いてないですよ、ここに、お客さんで、お客さんでね、はい、お酒なしですよ、出演する人がね、ぜひ来いって言われてるんですよ。あ、なるほど、はい、見に来いって言われてるんで行きます。スイカ割りもあるようで、お子さんもね、家族連れでお楽しみいただけるということでございます、はい、それからもう一つは、先週金沢さんの方もご紹介させてもらいましたけど、はい、真田邸のライトアップ、いよいよ ね、夜やるんですよ。ナイトアップだから夜で決まってるじゃんそんな、それからビアガーデン、あと半分終わってますので、11、12、13の送りと16の迎えは外しまして、あと4回あります。私も毎週ね、顔出してます。おつまみ持って、おつまみ、提供してますんでね、はい、ぜひお楽しみに。今週末はやりますね、来ていただけると。そうですか、はい、はい、じゃあということでございます。ということで、はい、来週は宮坂さんね。あ、私ですね、はい、内容は分かんないですよ、私は。あ、そう、私ですね、はい、いや、ここに書いてある通り、タイトルは老後と趣味、趣味、うん、老後と趣味、趣味なんか持ってますか。いや、私じゃない、うん、あ、私じゃなくてね、こちらの前澤さんの、はい、老後と趣味ね私まだ若いから。え、いや、気持ち若いですよ。そうだね、65歳と700うんちくらいだもんね360だから700。じゃあ、60歳と何千日って言ってたの。え、そう言いました。はい、ということでね、なんか趣味が ね、はい、卓球されてらしいんですよ。ピンポン、うん、大当たり、ピンポンじゃないですよ、はい、はい、というようなことで、そんな、はい、卓球のお話をね、はい、いろいろお伺いするということでね、なんかね、クラブに入ってるみたいですね、卓球クラブ。そうですか、うん、もうやっぱりね、老後もう60ですね、この方も過ぎてるんですけどね、本当にはつらつとしてるんですね、まだ仕事もしてるんですよ、現役でね。あ、そうですか、やっぱりね、仕事もされてましてね、卓球クラブに入ってね、本当に試合にもね、どんどん出てるらしいですよ。特に連敗用の方が上がってルールが変わってるわけじゃないですよね。よくね、テニスなんかはバウンドル、うん、ね、ルールは一緒なんだけども、うんうん、A クラス、B クラス、C クラスがあって、でやっぱり前澤さんお年なんで、ええ、C クラスらしい。あ、じゃあ A クラスは若い人があってね、上手な人がいて、はいはい、あ、それ私がここで言っちゃいけないんだな、ネタバレ。来週ね、また、はい、詳しくそういうこともね、お聞きしましょう。はい、それでは来週のしゃべくり祭はどうぞお楽しみに。はい、お楽しみに。